メラが後ろの方がちょっと。皆さんこんにちは。早稲田大学の機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。私は今日は早稲田大学の、55号館の地下スタジオにあるライトボードというのを使って収録の体験をさせてもらっています。で、このライトボードってこう透明なところにこうこんな風にですね、文字が書けて、臨場感のある、面白い映像が撮れるということで、ちょっと今日は体験をしてみようと、思っています。この、スライド、もしかしたら、見覚えのある方いらっしゃるかもしれないですけれども、離散数学入門で、使った、第何回だったかのスライドですね。この時はですね、平面グラフの面の個数というものについてお話をしました。平面グラフの面の個数はですね、オイラーの公式を使って簡単に求めることができます。で、連結な平面グラフというものでは、頂点の数、マイナス辺の数プラス面の数イコール2が成立するという公式ですね。で、同じグラフであればどのように描画しようとも面の個数とか頂点の数とか辺の数変わらないので、どんなふうに描こうとも面の数は変わらないということを保証してくれている定理であるとも言えます。で、ちなみにこれと全く同じ形の公式であるですね、オイラーの多面体公式というものについても軽く触れておこうと思います。これはですね、頂点の数と辺の数と面の数の間にこんな関係がありますよというそういう公式なんですけれども、おそらくほとんどの方はグラフ理論の授業で聞いたというよりは、グラフ理論の平面グラフという文脈ではなくて、むしろ立体図形、正確に言えば凸多面体と言われるものを扱う文脈でこの公式に親しんだのではないかというふうに思います。ですから、凸多面体という立体図形とですね、平面グラフの間で全く同じ公式が成り立つのはどういうからくりなのかと思うかもしれません。で、実は凸多面体というのはご覧のようにですね、どこか一つの面に着目をしてうまくこう押しつぶしてあげれば、広げてやれば辺の交差をすることなく平面に描くことができる図形なんです。で、この図ではですね、正多面体の平面描画、押しつぶしたものだけを描いてしまったんですけれども、正多面体である必要はなくって、どんな凸多面体も、平面グラフとしてこう押しつぶして描くことが実はできます。で、そういうわけで多面体の頂点数、辺の数、面の数というのが、多面体の平面描画というものにそのまま受け継がれて、だからこそ多面体で成立する、オイラーの公式が多面体の平面描画に対してもそのまま通用すると、そういうことなんです。こんな感じで今ちょっと収録体験をさせてもらったんですけど、いかがでしたでしょうか。ちょっともし好評でしたら、またこれからも動画を収録して撮ってアップしていきたいと思いますので、ぜひ感想を教えてください。どうもありがとうございました。篠原さん、はいはい、どうさっきの見てすごいですね。やばいよね。やばいですね。ちょっと僕は全然ダメだよ。もう、なんか見てて、なんかすごい安心感があるよね。これは何たどたどしいや。あれ見せられないね。そう、やめときましょう。ちょっとあれやめとく。練習しなきゃいけない、ね。練習してやりましょう。はい、でもさっきなんかここら辺とかでね、はい、頂点とか辺の数とか式、これらの公式あるんだけど、これってなかなかね、教えるのって難しいと思うんですよ。難しい。篠原さんどう教えます？なんか、球面に膨らませてとか、なんか遮影をしてとか、なんかグラフするんだけど、なかなか伝わらない。なるほど。これこうガッとうまくなんか映すような動画とか作ればいいのかなと思いながら、どうすんの？全然伝わなかったら。伝わなかったら3回ぐらい言います。3回できるの？3回やります。あ、そうですか。3回やればできるんだね。ありがとうございます。ありがとうございます。